ここ横浜国大の偉い人がいるような建物の前なんですが、あそこにカラスいるじゃないですか。あのカラスね、さっきあそこの横断歩道みんな揃ってあの4羽行列してぴょんぴょんぴょんと渡ってたんですよ。カラスも真面目よく分かってるなと思うんですけど、残念ながらあの動画の準備をしてたらですね、トヨタハイエースが来まして、ブワーン、カラスさんみんなしてバーッとチリチリに逃げてしまいました。だからあの通常だって横断歩道を渡っている頭いい利口なカラスの様子を皆さんにお届けすることはできなかったんですけど、今日授業を受けるために横浜国立大学に来ております。授業が始まるまで幾分かまだ時間がありますんでね、大学生協でも言ってなんか甘いものを飲もうかと思ってこんなん買ったんですけど、あ、まあ、濃いミルクが美味しいキャラメルオレと書いてあるんですが、ミルクが濃いというよりねキャラメルの方が濃くてね、キャラメルをそのまま溶かしてないもんですよ。美味しくない。まあ、こんなことやってあの普通の大学生の生活もしてますよみたいなことをあの演出してるわけですけども、あのこれからですね、大学が終わったら本日は横浜元町中華街に行こうかと思います。これ旅行チャンネルの動画ですからね。で、授業が終わりまして、横浜市ってのは、ね、本当はこういうところなんですよというのを皆さんにご覧に入れるために、定期的に動画にも映しているこの景色ですが、これが私の下校の道でして、向こうに見えておりますのが横浜の、まあ、それこそ、まさにイメージされるようなみなとみらい地区、かつて日本で一番高い時期もあったそうですね、294メーターかな、ランドマークタワーも見えています。で、今日の目的地は横浜の中華街ですが、まあ、それはね、この裏あたり。大学の最寄り駅で三沢上町っていうところなんですけど、そこからね横浜駅をこう通り抜けて、で私はあの元町中華街まで地下鉄で行けんだと思ったんですけど、違うんですね、伊勢崎町の方に行っちゃうんだ。だからここで降りないといけません。ここは石川町元町中華街駅です。ただ元町中華街駅というふうには書いてあるんですけど、正確にはここはね元町中華街駅ではありません。そういう名前の駅はこっちに別にあります。で、現在地の石川町駅は元町中華街という駅に近いのでカッコ書きで名前がついているだけです。まあ、これが中華街の地図なんですけど、中華街というよりは中華エリアのように見えますが、メインストリートはこれです。この筋がまあ一番の大通り、中華街大通りと書いてありますね。中華街に繰り出す前に駅に出てる広告を見てたんですけど、中華街大飯店って書いてあってね、私台湾に行った時飯店って書いてある飯屋なのかなと思ったら、あのホテルだったっていうことがあったんですが、ここでは飯店って書いて、普通にこれはどう考えても飯屋っていう意味で使ってますよね。何が違うんでしょうね。私大学にこういう大きな荷物を持ってってるんですけど邪魔なんで、ちょうど以上にコインロッカーがあるから使おうかなと思ったんですけど、なんだこれは。こんな、あ、でも使用中ちゃんと使ってる人もいるんだな。これ使用中ってなってますからね、私も使おうかなってちょっと思わなくもないんですけど、なんか鍵かけたら二度と使えなくなったりしそうだからな。春節限定のなんか台湾でもランタン祭りみたいなのありますけど、それっぽい雰囲気ですかね。今日はちょっとお得ですよ。いつもはこんな飾り多分ないと思いますから。中華街のお食事でよくあるパターンはですね、私も横浜国大入学式終わった後うちの母にご馳走してもらって行ったんですけど、これですね、食べ放題1人1680円でフカヒレラーメン食べ放題とか、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、こ中華街はですね、まあ、この店がそうだとは言いませんが、これフカヒレラーメンとか言っといて食べ放題で見るとこんなものは載ってなくてですね、あのフカヒレの細い線みたいなのがね、白滝よりも少ない頼りなく入ってるみたいな、そういうのが出てきたりする場合もあります。この店がどうかは知りません、あくまで一例ですけどね。だからなんかあんまりこういう無制限食べ放題みたいなのは私は行かない。それよりも、まあ、やっぱり中華街に行かれるんだったらいい食事をされたいという方が多いと思いますんで、だったらおすすめの一流のお店に行くのがいいんじゃないかと思いますけど、いろんな店の中で私もいつも紹介してて何回ここ行くんだって感じですけどね。まあ、ここに行けば間違いはないというところだけお伝えしておきます。華盛楼です。あの新館とそれからコース料理を出す本店とありまして、あっちに華盛と書いてあるのが本店なんですが、あっちは高いですから、まあ、こちらあの食べ放題と同じような値段でまあまあお腹いっぱいになってすごく美味しい中華料理が出てきます。これ本当に美味しい。これが八宝菜、結構まだこれも量が多いんですけどね、一人で食べるとかなりお腹いっぱいになります。具もね丸々のこんな立派なエビで出してくれて、あの歯ごたえもたくさんあって食べていて飽きませんよ。あっという間になくなってしまいますから。ここの中華料理はね、もう横浜市の宝と言っても本当に美味しいんで、あの皆さんも横浜に来たらこの店に行って食事する、本当におすすめです。で、言うほど高くないですしね、2人前で1800円ぐらいですから、これで本当ブロッコリーですら極端に美味しいんでね、ブロッコリーが美味しいってなかなかないですよ。うん、
今度はね、エビカニのつゆそばっていうのも来たんですけど、これもまたカニが大量に入ってますが、1980円ですけど、相当大きいの分かりますか、これ。僕の手がこれぐらいなんで、本当に大きい。だから、まあ値段はしますけど、量も多いんでね、複数人数で行けばそんな高い食べ物ではないと思いますよ。特に本当エビは群を抜いて極端に美味しいんですけどね、どれも美味しいんですが、この店のすごいところはね、いつ来てもお客さんがそんなにたくさんいないということで、まあ、実際別にそんな、なんていうの、お店が危ない状態になってるかそんなことはないと思うんですよ。もう新横浜駅の、駅の改札の上にもね、この火星炉のお土産屋さんあるんですけど、飛ぶように売れてるし、大学の近くに火星炉の工場があって結構忙しそうですしね、ただ実際の中華街の店は続いてる。つまりそれだけ高級だから普通の人は入ってこないってことなんですかね。でも値段は外から見た見た目ほどはとんでもない値段ではないし、店の外にね、火星炉って書いてあるだけで広告とかね、そういうものがあんまりないんですよ。だから多分パッと見ただけではぶらりと中華街に行こうと思った人が入ろうと思うような外観もしないんで、それでいいと思ってるんでしょうね。何でもいいわ、本当美味しいんで。野菜が本当に美味しく調理されてるんで、なんかここで食べまくれば健康にも良さそうですよね。サービス料は 10% 増しでね、2つ頼んで4800円でしたが、めっちゃ高いじゃないかと思うかもしれないですけど、あれね、多分普通に頼む量の2倍くらい私食べてますんで、ラーメン1杯とかね、それだけ食べて十分本来であれば満腹になると思いますよ。ちなみに店の前なんですけど、本当に何も看板とかどこに出てませんからね、恐ろしいことですよ。ほら、なんか普通の人は入ろうと思わないですよね。でも中はすごい。次はね、早速ここに気になるものもあるんですけど、まあ、これは置いておいて、小籠包ってのは何度かね、人にご馳走してもらったことはあるんですが、食べるたびに舌を火傷するということで、中に熱々の肉汁が入ってるからこのままでは食べられません。すごいですね。これはもうなんか餃子スープみたいな感じだな。大変不思議な食べ物なんですけど、これこのまま食べられるの？どうやって食べればいいんだろう。多分ね、これを吸い込むのが正解だと思うんですけど、もういいかな、食べて。ダメだ、絶対やけどするわ。ちょっとこれは時間をかけて取り組んだ方が良さそうです。すごいですね、中にこんなにたくさん入ってるんだ。もういいかな、すごく美味しかったですけど、でも2、3滴でいくのにちょっと量が多かったですかね。あー、ボタボタこぼれちゃってるよ、もったいない。あら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 、また外に戻ってきました。次は何を食べるかなって感じ。結構お腹いっぱいながら美味しいのでどんどん食べてしまいます。限界を知りません。上見るとこれ、提灯、灯籠、ランタン、それをね、ぐるっと並べてるんですけど、頭とそれから終わりのところにこういうものをくっつけて、竜を表現してるんですね。ね、ちょっと100円ショップのダイソーに用がありまして、少し脇道に逸れてきたんですけども、面白いものを見つけました。風水のお店、今閉まってるんですけどね、ダイソーの目の前ですよ。ただいま営業中、営業時間以外でも大丈夫、近くにいると書いてあります。この中国人特有の日本語の使い方。
デザートはね、もうそのすぐ近くで売ってました。これタピオカですね。もう、まあ、私は好きなわけですが、この下にもね、たくさんタピオカが入ってて、それからこれ上の部分見てわかります？チーズクリームみたいなやつが入ってるんですよ。だから最近では次世代のタピオカということで、タピオカのやつの上に、チーズの層を設けるという、これそれね、杏仁タピオカチーズフォームって書いてあるこういうやつ、1個580円税抜きということでなかなか高かったんですが、まあ、それに見合うだけ手をかけて作ってくれてるようでしたよ。なんか混ぜて飲むのが普通らしいんですけど、なんかすごい優しい杏仁豆腐みたいな味に、もちもちしたタピオカがたくさん入ってですね、上の方の、チーズは思ったよりチーズですね。チーズケーキの味がします。結構美味しいですね、これ。まだ混ぜてないんだけど、混ぜちゃいます。混ぜるとね、全体的に多分均一になってくると思うんですけど、見た目に反してね、すっきり爽やかで美味しい、フルーチェみたいな味がします。多分これも台湾のお店なんでしょうね。日本1号店って書いてありますが、1が旧字体ですから、あ、書いてあったわ。台湾サボテンタピオカ緑茶ラテとかあるから、多分台湾の店ですね。じゃあ今日は大体こんぐらいにしようと思うんですけど、大学の近くにこういう面白いところがあったからね、寄らせてもらったわけですが、やっぱこう自分の近くのところの観光地とかそういうのを見つめ直すっていうのはとても大事なことだと思いますよ。この横浜もいつもわざわざ大学終わった後観光しようとは思わないけど、今日行ってみるとね、美味しいタピオカの店があったりとかね、それから素晴らしい中華料理、まあ、2000円ぐらい出せばお腹いっぱいね、バランス豊富なものを食べたりとかすることができるわけで、また来たいなと思うんですよね。こういう素晴らしいところを、自分の身の回りのところを見つめ直して開拓するということを皆さんもされるといいと思います。場所によらず。ではお楽しみください。どうもありがとうございました。